西田明子と言います。こんにちは、お邪魔します。西田明子さんはですね、たまたまなんだけど同じ学部の先輩なんです。はい、ね、同じね、セクシーで、そう、総合政策学部。私が出会ったのはもう1年前とかなんですけど、うん、西田さんはどんな方かというと、話し方、聞き方のプロ、先生です。もともとラジオのね、DJ、大学時代ですからね、あれ、DJ になったの。あ、そうなの。アキサイがきっかけだったんですよ。あ、アキサイってね、セクシーの学園祭みたいなやつね。そう、あそこで DJ コンテストがあって、誘われて出たのがきっかけでラジオ DJ になりました。すごくない？そんな世界あったんだよ、セクシー。それから信じられないくらいすっごい有名な人たちにインタビューをたくさんされてきたりとか、話し方の学校をやられてたりとかする方です。今日はぜひですね、コミュニケーションで私たちの生活にめっちゃいっぱい、先生 そっちでニヤニヤしないで、今から噛むだろうなと思いながら見ないで、だから今日はそんなお話を聞きたいと思いますので、ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。話し方っていうかコミュニケーションのプロじゃないですか。すごい人にインタビューしてんだよ。誰だ、覚えてる？ビヨンセ。めちゃめちゃ適当だよ。ビヨンセ。ビヨンセ。ビヨンセとか、あと、すごい人だったんだよな。歌手。エルビス？プレスリー。いや。エルビス・コステロ。コステロさん。コステロさん。いや、やっぱインタビューって初めての人とスタジオではい会って、じゃあインタビューお願いしますってなるから、いかになるべく早く心開いてもらって、限られた時間の中でどうやって話してもらうか、しかも他のメディアさんで話してることじゃあんま面白くないしね。そうね、これをどうやってやるかっていうのを書いたのがこの番組。推しが強いな。でもなんかこれはインタビューって普通の人はやらないじゃないですか。まあそれも日常会話でなるべく早く心開いて会話をする必要がある場所ってあると思うので、そうなん、それを使えるようにって書きました。なんかこの本ちょっと読ませてもらって、学生みんなモテたいのよ。いやいや、それ偏見。それ君がそうだっただけだもん。でも先生もでしょ。先生モテたいにすごい人一倍さ、うるせえな。昔さ、すごい頑張ってたじゃん。頑張ったんですか。その話だよ。俺今日カメラマンだから。え、さやかちゃんはどうやって頑張ったの？私は男性だけじゃなくて、人としてモテたかったの、すごく。あ、これ大人の回答室ね、今ね。どういうこと？私その人気者になりたかったの、小学校だからずっと。人気者になるためにはやっぱこの本にもまさに書かれてることだけど、人の心をつかむ話し方っていうか聞き方じゃん。だからそういう思いの子がすごいたくさん見てるから、その学生のコミュ力、モテ力、異性同性だけじゃなく全人類におけるモテ力を教えてほしいなっていう回にしたいの。モテ力、モテ力っていうか、疲れたい、あのコミュ力欲しいってめっちゃ言うの、みんな。私があの学生とすごい関わってた時期に、はい、なんでそんなコミュ力あんの、コミュ力のつけ方教えてってめっちゃ言われるの。へえ、でもナチュラルボーンコミュニケーターじゃない。いや、どうかな、まあ確かにちょっとナチュラル系はあるけど、私思うんだけど、さやかちゃんめっちゃコミュ力高いじゃない。で、その根本って何かなって思ったら、人が好きっていうところじゃないかと思った。人は好き。でも多くの人ってちょっと怖いとか、ちょっと苦手と思ってる人が多いなっていうのが、なんでわかるかっていうと、こういう仕事をずっとしてるわけですよ。ラジオで喋るとかテレビで喋るとか、そうすると話すの得意な人ばっかりなわけですよ、周り。そうだよね。だけど実は人が苦手な人結構いるんですよ。はい、はい、どうぞ。操作さん苦手。え、先生苦手ですね。え、どんな感じの苦手ですか？初対面の人とできるだけあんまり会いたくない、はい、正直言うと、はい、できることなら避けたいって言ったり。誰においても。そう、学校にファミリーデーって言って、はい、保護者が行くのね、うん、うちの妻はママ友とかいっぱいいるじゃないですか、はいはい、もうあんま紹介してほしくないんですよ。どうしても話さなくちゃいけないって言ったらめっちゃニコニコ話す。あ、でも先生確かにスイッチオンにする感じだよ。じゃあさやかちゃんと初対面の時も、まあ今初対面じゃないですか。いや、そこは仕事なんだよ、やっぱ。あ、わかります。あのね、多くの人がそうなんですよ。はい、はい、私も実はめちゃくちゃ苦手なんですよ、コミュニケーション。パーティーとかあると端っこで一人で立ってるタイプ。することないから食べに走ったりとか、できれば誰か話しかけてくれないかなって思いながらニコニコして走りにいるタイプ。意外。
なんでこの仕事に就いたの。そうなの、私思うんですけど、本書いてる方って、うん、苦手だからこそ、うん、乗り越えようとしてるっていう人がすごく多い気がする。だから言語化できるんだ。そう、私言語化できないもん。できないでしょ、だってできちゃうから。私はできないところから、なんで私こんな緊張するんだろうとか、なんでこんなに人に話しかけられないんだろうとか、全部見つめてきたから。だからもう、あのね、キラキラしてるんだよね、さやかちゃんとか。え、じゃあ どうしたらいいの。どうしたらいいかじゃだから、うん、そのまずこの本にも一番最初書いたんだけど、うん、好きになるってことなんですよ、話してる人を。そう、人を好きになっていくと自分を好きになっていくんだよね。深いね。深いね。私自分大嫌いだった。坪田先生どうですか、自分のこと。僕自分大好きです。あ、ちょっと違いました。でも私は自分も大嫌いだった。で、それをどうやって乗り越えたの。結局自分って何なんだろうっていうのが分からないから、うん、自分とは何だろうっていうのを、まあ、心理学的に、哲学的に、うん、仏教でね、じゃあ自分とは何なんだろうとか、もうありとあらゆるこう勉強しながら気づいていった、いろいろ。だからもう究極言うと、コミュニケーションが苦手な人って恐れてるんですよね。人に嫌われるんじゃないかとか、うん、なんか空気壊しちゃうんじゃないか、変なこと言っちゃうんじゃないか、失敗してないかダメなやつと思われるんじゃないか。恐れは全部自分が作ってる。怖そうな人だから私はこう怖がらせられてるんだって思うじゃん、うん、だけど、あ、私がこういう人は怖い人だっていうイメージを自分の中に持ってるから怖いんだなって、究極ですよ。で、話してみたらすっごいいい人だったりするもんね。そうでしょ、そうでしょ、うん、そうなんですよ。本当にもね、最初にね、私人の悪いとこしか見てなかったの、でもそれって自分の悪いとこばっかりいつも見てたから、同じことやるんだよね。鏡になった。鏡だからそれをラジオ DJ 始めても最初は悪いとこばっかり見ちゃうんですよね、もうそう癖だから。でもうまくいくわけないじゃない、そんなの。だからいいとこ探そうと思ったの。そんなシンプルなことなんだけど、まずはその人のなんかこう素敵だなっていうところから探すと、何見てもこう素敵だなが見えてくるよ。だってそしたら好きな人しかいなくなるじゃないですか。で、好きなものしかなくなるし、そしたら楽しいですよね。楽しい。だからさ、そのモテるためにさ、パーフェクトなコミュニケーションなんてそもそもないし、そんなのできなくっていいし、自分は自分でいいんだなと思って、あなたあなたでいいんだよっていう、もう自分とかみんなのことが大好きになってて、もうあとはフェロモン出してたら、あ、フェロモンの人が来ちゃう。自然ですよね。そうそうそう、そんな気がするよね。なるほどね。西戸さんもね、YouTube 持ってるからね。そうなんですよ、ありがとうございます。はい、どんなこと喋ってるの。インタビューをですね、YouTube でやらせてもらってるのとか、ポッドキャストでも配信してるんですけど、デリシャス人生案内っていうね、人生相談番組をやらせてもらっていて、で、それも YouTube でも配信してますね。皆さん、チャンネル登録をよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは今日も見ていただきありがとうございました。西戸明子さんでした。ありがとうございました。